帝王賞は特別区競馬組合が大井競馬場で執行する地方競馬の重賞競争である農林水産大臣より寄贈賞の提供を受けており、正式名称は農林水産大臣賞店帝王賞と表記される。副賞は農林水産大臣賞特別区競馬組合管理者賞日本中央競馬会理事長賞地方競馬全国協会理事長賞 日本橋協会連合会長奨励賞、東京都橋会理事長賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞、ダートの実力馬が全国から集い、上半期のダート競馬を締めくくるチャンピオン決定戦、中央との交流戦となった1986年から2018年まで、中央競馬所属馬20勝、地方競馬所属馬14勝となっている。第一回は、 温井競馬場のダート2800メートルで行われ、距離は1986年から2000メートルに変更された。1986年4月には中央競馬招待競争に指定され、日本中央競馬会所属場が出走可能になったほか、1995年には東京坂月、東京大商店とともに中央、地方全国指定交流競争となった。 1989年に札幌競馬場で創設されたブリーダーズゴールドカップとともに中央競馬と地方競馬の全国交流競争としては長い歴史を持つ出走資格サラブレッド系4歳以上フルゲート16等負担重量定量優先出走権編集地方競馬所属馬は 家票の競争のいずれかで2着以内の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。なお、柏記念で地方競馬多地区所属馬が優先出走権を得た場合は、南関東所属馬の出走枠が減らされ、多地区所属馬の出走枠が増やされる。2019年の賞金額は、1着6000万円、2着2100万円、3着1200万円、4着600万円。 5着300万円、着外手当25万円。なお、アイクスックでは1着から5着までの機内賞金の輪をパースと紹介している。大井競馬場のダートコース、外回り2000メートルを使用。スタート地点は、外回りコースと内回りコースの合流点手前で、右回りに一周する。スタートから第1コーナーまで長い直線が続き、 第4コーナーを回ってからゴールまでの直線も長く、距離2000メートルは、ダート競馬のチャンピオンディスタンスとされている。すべて、大井競馬場ダートコースで試行。優勝馬のバレーは、2000年以前も、現行表記に揃えている。第41回終了時点各回競争結果の、出展、編集、ありがとうございます。